いやー、これどうだろう。うまく撮れてっかな。ちょっと念願の、この固定カメラね。固定状態で、今マニュアルフォーカス、もう、完全マニュアル設定に、設定した GH4 をここに置いて、その上にこうブラックマジックのモニターを乗っけてっていう、結構ね、完全に、ここだけ、この僕の反対側だけ見ると、気合の入った、撮影状況になってるんですけど、まあ、機材をいろいろ集め続けていたものが、ようやく、なんていうんですかね、固定カメラ撮るのに満たすぐらいになってきたんで、いろいろね、もう定位置撮影できる環境を作りたいなと思っていたんだけど、なかなか時間がなくて、結局手持ちで、適当な動画撮ってたんですけど、今日ちょっと意を決して、もう夜中、1時超えてますけど、1時半ぐらいですけど、まあさっきまでこのスプラトゥーンやってたのがいけないんですけど、ちょっと動画を撮り始めてます。で、まあこれ実験なんで、完全にもうちょっとどのくらいホワイトバランスとか、ピントもね、もうマニュアルでピントフォーカス合わせちゃってるんで、どのくらいこう僕が動いたら、どのくらい動いたらピントがずれるのかとか、まあそこら辺もちょっと全然わかってないんで、まあなんとなく、この辺に合ってるかなという感じでは撮ってるんですけど、で、マイクも、ロードの、ビデオマイクロ、ビデオマイクロを使ってて、ピンマイクは使ってないですね。まあ夜だし、まあ静かだから、結構これでまあ十分撮れるんじゃないかなとは思うんだけど、まあ本当何せ実験ですね。で、撮影も、HDMI をブラックマジックのモニターの方に入れて、ブラックマジックで、アップルプロレスで撮ってるから、ダラダラ喋ると、とてつもない容量になるっていう、これはなんだ？ドリトーク。深夜のドリぼやきみたいな感じで、ドリ散歩とは違う感じでちょっと今日撮ってますけど、なんかね、ドリ散歩って歩きながらこうずっと、歩きながらっていうか、出社しながらずっと動いてる時に、なんだかんだダラダラ喋れるんだけど、こうやってカメラを前にした時に同じようなことができるのかっていうのがね、自分の中でもちょっと謎。謎だけど、まあ、所さんのようなね、世田谷ベースのようにはいかないと思いますけど、ちょっとトライしてみるっていう感じですね。でね、まああんまりお題がないと、さすがに、話す内容が、まとまらないので、まあ一応今日メイン動画で今ちょうど編集して、ちょっと編集してアップロードしてるんですけど、紹介する、ナーボックス。これね、これ語っとこうかな、軽く。まあ、結論から言うと、まあ少なくとも僕のワークフローでは使えないかな。ちょっと、まあ、何せこれね、夜中に、結構、こう見えて結構散財に、言い訳がましいけど散財するときには結構下調べする派なんですよ。で、そんなにその日に即決して買うってことはなくて、結構自分の中では、まあ、数日から長いときは数ヶ月の間、ぐだぐだ悩んだ上に、ああだこうだシミュレーションして、俺だったらこう使うかな、こう使いこなすかな、でもこれ3日で飽きるなとか、いろいろその自分で考えた上で、まあ、いけると。まあ、それでも飽きるものの方が多いんだけど、まあ、これなら長く使うだろうと思ったものを比較的厳選して買ってるつもりではいるんですけど、まあ、最近説得力ないと思いますけど、これはね、結構衝動買いしたっていうか、本当に寝ながら、寝る前に、ベッドからプロジェクターでこう、YouTube 見ながら、ダーって見てたら、勝手に自動再生で、おすすめの動画に出てきて、宣伝されてて、海外の YouTuber が結構絶賛気味に、これいいよって。これね、いいよって言うから、結構このくらいでもフォーカス合いそうな気がする。フォーカス範囲長い、大きいですね。ここら辺から、ここら辺でも十分合ってんじゃないかな。いけそう。これいい設定かもしれない。なんですけど、で、まあ何かっていうと、まあこれ自身は、これ多分 SSD っていうか、もうほんとミニコンピューターなんですよね。中にリラックス入ってて、まあ一見、
ポータブルストレージのように見えるけど、Linux と CPU と、まあ、GPU も入ってて、ここにね、SD、マイクロ SD、USB 3.0、UTF-CB 2.0、これは充電用の 3.1 端子かな。まあ、USB3 つと、SD カードスロットが入ってる、モニターのないミニコンピューターみたいな、デバイスですね。で、まあ、これ、すごいこう、防水耐震で、ちょっとした防水だか防滴になってて、なんかこう雪の中にボンって投げ込んでも全然大丈夫みたいな感じで、まあないですけど、丈夫っていうのはまあ一つ売りで、で、スロットがいっぱいあるから、動画撮って、まあ写真でもいいんですけど、撮って取り込んだやつをひたすらここに差し込んで、データバックアップするツールとして、まあ僕は一番期待して買ったんですけど、でね、もうね、それに終始してくれてればよかった。なんか、あんまりいろんなこと盛り込まずに、ただもう、取ったカードをここに挿したら吸い込んでくれて、まあ日付順とか取った日順に、取った人、まあできればカメラごととかで、フォルダー分けして、コピーしといてくれさえすれば、で、あとはもう SD カードフォーマットしといてくれるぐらいのことを勝手にやってくれるデバイスぐらいだったらよかったんだけど、ちょっとそれは僕の、下調べも甘くて、そもそもこいつは取り込んだ上で、まあ iPhone 上で、動画を編集してアップロードまでいけるよっていう、まあ結構オールインワンなソリューションを狙った製品だったから、超思惑と違ったんですよね、そもそもね。で、まあ単に、バックアップストレージだとしたら、これむしろテラとか容量欲しいと思うんですけど、容量も、確かね、128GB なんですよ。こいつ自身は。ただ、USB があって、これ単に、吸い込む側じゃなくて、書き出す側にも USB 機器つなげられるんで、まあ、なんか、こういうやつ。こうサムソンの、超ハイスピード USB-C、ポータブルストレージですけど、これで1テラ入るんで、まあ、これを、読み取る側じゃなくて、書き出す側の素材として差し込んでおいて、で、さらにこっちに SD カード入れれば、まあ、SD カードからこいつに対してデータがバックアップできるんだけど、まあ、っていうので、まあ、バックアップとして PC なしで、出先で、まあ、ひたすら取り込んだ SD カードなり、あのカメラで取り込んだものをひたすらこいつにね、吸い込ませるっていう意味では、まあ使えると思うんで、まあ散財とはいえ、適材使えるときは来るな。出張中とかすごいいいなとは思ったんですけど、ただ、あの普段毎日ね、使うほどではないかなという感じでしたね。で、もう編集に関しても、まあ結局、結論から言うと、なんか30秒とか、まあ3分とか、ミュージッククリップ、最長でもまあ3分とか、まあ、多分そこまでいかないですね。本当に Facebook とかインスタで投げるような、まあ1分未満の動画をデジカメ、あの iPhone で撮るんじゃなくて、本当に GH5 でもいいけど、ガチなミラーレスとか一眼レフで撮って、で、しかも 4K のデータをそのまま取り込んで、まあ、その画質を iPhone 経由で、ソーシャルにアップロードするみたいな使い方には多分すごい。だけど、僕が普段やってるような YouTube の編集程度の、まあ、動画でも厳しいかな。もう例えば、BGM はもう1個しか当てられないとか、なんだろう、BGM ってこっからここまでは音楽流して、よく僕の YouTube スタイルでやるような、ここで音楽な、無音のクリップに対してタイムラプスで音を鳴らして、で、いきなりパンと切り替わって、こんにちは、ドリキンですみたいに喋って、で、またタイムラプスでバンで切り替わってみたいなのが、そもそもできなそう。そんな柔軟に、音とかもできなくて、なんかこう、一個の動画の中でピークのシーンを選んで、そこに合わせて、音のなんていうの、リズムを合わせるぐらいはできるんですけど、そんなに凝ったことはできなそう。編集も一応こうスワイプでマーカーをこうピュッ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 ってやって、できるだけ簡単に iPhone 上で、
できるとか、あと 4K のデータをね、そのミラーレスとかで取り込んだような本当にあの重いデータを iPhone 取り込んでも、それをこうプロキシー的な、一時的な中間ファイルに変換して、快適に編集して、で最終的に書き出すときに改めてもう一回高画質にして、レンダリングするとか、あとカラーグレーディング的なね、色を調整するとかも中でやるとかも、これできるようにってすごい凝ったことをしてて、まあそのためにこいつに CPU とか GPU が入ってて、ただ取り込むんじゃなくて、まあ中間ファイル生成したり、画像処理の、プロセス自体もこっちでやって、できるだけ iPhone とかスマートフォンに負担をかけずにやるっていうアイデアと技術はすごいんだけど、まあでも例えばカラーグレーディング僕のこの GH4 で撮ってたとしても、こういっぱいグリップ取って、そこに対して複数にこうバーッと、まあアジャストメントレイヤーってやつを使うんですけど、それでこう、例えば1から10で GH5 撮った動画が10種類あったとしたら、そこに対してこうレイヤーでバーッとこう、一括してフィルターをかけて、それに対してまあこのパラメータでドンってやるんだけど、まあそこまで凝った機能はないから、もしカラーグレーディングしようとしても、クリップ1個ごとに、こまめにこう、カラグレしないといけないとか、それも結構ありえないでしょ。そんな手間かけられないから、だからそうすると本当にね、1分とかのもう5、10クリップぐらい、せいぜい10カットぐらいのやつを、まあ、パパパパッとつなげて、まあ、5分ぐらいで編集できる、でこう SNS とか投げたら、おすっげー綺麗みたいな、これなんで撮ってんのっていうのに使う動画作成用なんじゃないかな。ということで、ちょっと僕には帯に短し、タスキに流し、ナードボックスみたいな感じですね。ただまあすごい精力的にファームウェアとソフトウェア更新してるみたいだし、まあいろいろ意見を聞いて、進化してるんで、まあまだ将来には期待なんですけど、まあ少なくとも今の僕の YouTube の編集を、なんかこれを使えば iPhone だけで簡単にできるようになるっていう世界にはまだ到達しなかったかな。まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけどね。だから、まあやっぱり使い道としては出張中とか、まあちょっとしたイベントとかね、まあ年末 Adobe Max に行くときとか、まあなかなか PC をこう、どこにでも持ち運べないけど、まあストレージのデータちょっと心配になるみたいな時に、まあ活躍する。でも、まあ、言っても今でも 128GB ぐらいのストレージをこう1個のカメラごとに挿してるから、まあね、それでいっぱいになるぐらい撮ったら今度その日に編集できないレベルじゃなくなるしって考えると、まあそこまでバックアップするかっていう話もあるんですけど、まあ悩ましい、悩ましいです。あとは今これでだいたい意外と13分か、意外と話さないもんだな。あとね、なんだろう、まあ明日こそこれ開封したいかな。これ本当にタイミング逃していつ開封するんだ状態になってる。エコーショーとか、あとはね、今日ちょっとだけ部屋掃除したから少しここら辺あんまわかんないと思いますけど、すっきりしてるんですけど、まあ、この裏側すごいことになってるんで見せられないんですけどあとね、なんだろうな、まあ、意外と30分ぐらいだらだら話そうと思うと結構難しいな。あ、これ紹介してなかったかな。これも小ネタすぎるけど、このレーザーマウス僕使ってるんですけど、このマウス、これ有線マウスなんですよね。やっぱり限界まで性能を求めようとすると、やっぱ無線のレイテンシーは気になるんで、まあ、有線使うんだけど、これね、マウスバンジー、わかるかな？これマウスバンジーっていう、レーザーの純正のツールなんだけど、ここでマウスの紐を一回こう吊り上げた状態にして、こうピュッとこう
上からケーブルをこう、這わせるっていうツールなんだけど、これをすることでなんかケーブルがこうあたかもワイヤレスマウスのようにケーブルが邪魔にならないっていう、どんだけ極めたいんだっていう感じなんだけど、これ地味に便利、地味にいいですね。これもまた出張に持っていくとかなると大変なんだけど、すげえいいです。あとはハードディスクは本編でも紹介したし、まあそのもんでいいか。とりあえず15分撮ってみたんで、これどうでしょうね、画角とか。あとこのぐらい、まあ今日、テストなんで完全に1カメで撮ってますけど、このぐらいの画角だとおっさん感も減ってますかね。今ライティングはここにルミキューブが一灯焚いてて、それだけかな。もう、1時半回ってますけど、だいぶ、家的には相当暗い中で撮ってるんで、ISO も1600ぐらいまで GH4 で上げてるから、ちょっとねブロックノイズというか、高感度ノイズ乗りそうな気はするけど、どうだろうな。まあプロレス効果で少しある程度稼げるかな。あとはまあそんな感じでじゃあこれを週末ドリ散歩なかなか撮れないから、ドリ散歩代わりにしてちょっと編集して、サブチャンネルに上げたいと思いますけど、これメインチャンネルでもいけるよっていう、話もあればぜひ、コメントいただければと思います。このご意見、画角とか、なんかもう喋るペースとか、もっとこうカットしろよとか、むしろもっとまったりでもいいよとか、なんだろうな、まあリクエストとか何なりと、コメントいただければちょっといろいろまた試行錯誤していきたいと思ってるんで、これなんかだんだん傾いてない、大丈夫なんかこのギアがね結構ごっついこうケージに GH4 を乗っけて、その上にモニター乗っけたり、マイク乗っけたりってすごいことになってるんですけど、三脚持つのかな。なんかだんだん揺れてきそうで怖いんだけど、まあそんな感じです。ちょっとこれまともに使えるんだったらちょいちょいやりたいな。ポッドキャスト映像付き版みたいな感じになるかもしれないですけど、何せキーワードは深夜の一人語りは難しい、これにつきます。ではでは。